老人明智は敗北したしかし弁解の余地がないではなかった少なくとも依頼を受けた早苗さん保護の役目だけは完全に果たしたからだ岩瀬氏は女族を逃がしたことなどは二の次にしてただ娘の助かったことを感謝した明智の手腕を賛美しておかなかったそれに こういうい結果になった大半の責任は岩瀬氏にあったと言ってもいいのだ黒トカゲの変装を我が娘と信じきってその隣のベッドに寝ながら賊のからくりを看破しえなかったのは何と言っても岩瀬氏の手落ちであっただが明智はそういうことで慰められはしなかった相手もあろうにか弱い女のためにこの敗北を見たかと思うと 悔や,んでも悔やみ足りない気持ちであったことに見張りの部下の口から相手が素早い変装で逃れ去ったことを知ると思わず「バカ!」とその部下を怒鳴りつけたほど腹が立った岩瀬さん僕は負けましたあれほどのやつが僕のブラックリストに載っていなかったのは不思議です鷹をくくっていたのがいけなかったのですしかし もうこの失敗は繰り返しません岩瀬さん今僕は僕の名にかけて誓いますたとえあいつが再びお嬢さんを狙うようなことがあっても今度こそは決して負けません僕が生きている間はお嬢さんは安全ですこれだけをはっきり申し上げておきます明智は青ざめた顔に恐ろしいほどの熱意を込めて断言した 機代の強敵を向こうに回して彼の闘争心は燃え上がったのだ読者諸君この明智の言葉を記憶に留めておいてください彼の制約は果たして守られるか再び失敗を繰り返すようなことはないかもしそういうことがあったなら彼は職業的に自滅するほかはないのだが その翌日岩瀬氏親子は予定を変更して大急ぎで大阪の自宅に帰った途中が非常に不安だったけれどホテル住まいを続けるよりは早く自宅に帰って一家眷族の中に落ち着きたかったからだ明智小五郎もそれを進め途中の護衛の任に当たったホテルから駅までの自動車汽車の中 大阪に到着して出迎えの自動車賊の手はどこに伸びてくるかわからなかったのでそれらの点には綿密の上にも綿密の注意が払われた結局早苗さんの一行は無事に自宅に帰ることができたのだ明智はそれから引き続き岩瀬家の客となって早苗さんの身辺を離れなかったそして数日は何の異変もなく過ぎ去った さて読者諸君作者はここに舞台を一転して今までこの物語に一度も現れなかった一人の女性の不思議な経験を語る順序となったそれは黒トカゲや早苗さんや明智小五郎とは何の関係もない事柄のように見えるかもしれないしかし敏感な読者はこの一女性のキーな経験が 事件に関してどんな深い意味を持っているかを容易に悟られるに違いない。それは、さなえさんが大阪に帰って間もないある夜のことであったが、同じ大阪市内の盛り場、S 町の通りを、両側のショウ松蔭堂を眺めながら、用も投げにまんぽしている一人の娘があった。襟と袖口にちょっぴりと毛皮のついた街灯が、しかしなかなかよく似合って、 ハイヒールの足の足運びも軽やかに見えたが、彼女の美しい顔にはなぜか正気がなかったどことなく捨て鉢な「どうにでもなれ」というような気色が漂っていたそれゆえにともすればストリートガールなどと見違えられそうであった現に彼女をその種類の女性と考えてか最前から それとなく彼女の後をつけている一人の人物があった茶色のソフトに厚ぼったい茶色のオーバー太い塔のステッキ大きなロイドメガネ髪もひげも真っ白なくせにテラテラとした赤ら顔の気味の悪い老紳士だ娘の方でもとっくにそれを気づいていただが彼女は逃げようともしないのだ ショーウィンドウの鏡を利用してその老人の様子を何か興味ありげに眺めさえした「S 町の明るい通りをちょっと曲がった薄暗い横丁にコーヒーのうまいので有名な喫茶店がある」「娘はふと思いついたように尾行の老人誌をちょっと振り返っておいてその店へ入っていった」そして シュロの鉢植えで目隠しをした隅っこのボックスに腰掛けるとなんと人を食った娘さんであろうコーヒーを2つ注文したのである一つは無論後から入ってくる老人誌のためにだ案の定老人は喫茶店へ入ってきたそして暗い店内をじろじろ眺め回していたが娘を見つけると この老人も彼女の上を行く厚かましさでそのボックスへ近づいていったあごめんんななさい。あんたお一人かなそう言いながら彼は娘と向かい合って腰を下ろしてしまった「おじさんきっといらっしゃると思って私コーヒーを注文しておきましたよ」。娘が 老人の倍の大胆さで応酬したさすがの老人氏もこれには面食らったように見えたがやがてさも我が意を得たとばかりにニコニコして娘の美しい顔を真正面から眺めながら妙なことを尋ねたどうじゃな失業の味はすると今度は娘の方でぎょっとしたらしく 顔を赤くしてどもりどもり答えた「まあ知ってらしたのあなたどなたでしょうか? <laughs>」「あんたのちっともご存じない老人じゃだがわしの方ではあんたのことを少しばかり知っているのですよ行ってみようかねあんたの名前は桜山陽子 関西商事株式会社のタイピスト嬢であったが上役と喧嘩して今日クビになったばかりじゃ <laughs> どうだね当たったでしょうええそうよあなたは探偵さんみたいな方ね陽子はたちまち最前からの捨て鉢な表情に返えってそんなことに驚くもんかという調子で受け流した まだあるあんたは今日3時頃に会社を出てから今まで一度も家へ帰っていない友達を訪問しようともしないただぶらぶらと大阪の町中を歩き回っていた一体これからどうするつもりなんだね老人は何もかも知っている彼はきっとその午後3時から夜更けまで ずっとヨウコを尾行し続けていたのに違いない。一体全体何の目的で、そんなバカバカしい骨折りをしたのであろう。それを聞いてどうなさいますので、もし私が今晩からストリートガールに転業したとしたら、娘がやけっぱちな薄笑いを浮かべていった。<laughs> わしがそういう不良老人に見えるかね違う違う。それにあんたはそんな真似のできるたちじゃない。わしが知らんと思っているのかね二時間ほど前、君が薬屋の店へ入って買い物をしたの。老人誌はどうだというようにぐっと陽子の目を見据えた。ははは。 これですか眠り薬よ陽子はハンドバッグからアダリンの箱を2つ出してみせたあんたはその若さで不眠症かねまさかそうじゃあるまいそれにアダリン2箱というのは私が自殺するとおっしゃるのええ、うん、わしは若い女性の気持ちが まんざらわからぬ男じゃない大人たちには想像もできない青春の心理じゃ死が美しいものに見えるのじゃ汚れぬ体で死んでいきたいという処女の純情じゃそしてお隣にはやけっぱちな我と我が肉体を泥沼へ落とし込もうとするマゾヒズムがいるほんの紙一重のお隣同士じゃ あんたがストリートガールなんて言葉を口走るのも、アダリンを買ったのも、みんな青春のさせる技じゃよ。で、つまり、あたしに意見をしてくださろうってわけですの陽子は京ザメ顔に突き放すように言う。いや、どうしまして、意見なんてやぼったいことはしませんよ。意見じゃない。 あんたの急遽を救ってあげようというのじゃ <laughs> まあそんなことだろうと思ってましたわありがとう救っていただいてもよくってよ彼女はまだ誤解しているのかさもおかしそうに冗談らしく答えるいやそういう品の悪い口を聞いてはいけませんわしは真面目に相談しているのじゃ あんたをお囲いものにしようなんて、変な意味は少しもない。だが、あんたはわしに雇われてくれますか。ごめんなさい。それ、本当ですのやっと陽子にも老人の真意がわかり始めた。本当ですとも。ところで、あんたは関西商事で、失礼じゃが、 いくら報給をもらっていましたね ?40 円ばかり。うんよろしい。ではわしの方は月給200円ということに決めましょう。その他に宿所も食事も服装もわしの方の負担です。それから仕事はというとただ遊んでいればいいのじゃ。<laughs> まあ素敵ですわねいや冗談だと思われては困るこれには少し込み入った知才があって雇い主の方ではそれでも足りないくらいに思っているのそれはそうとあんた両親はありませんの生きていてくれたらこんな惨めな思いをしなくってもよかったのでしょうけれどすると今は アパートに一人ぼっちですのうんよしよし万事好都合じゃそれではあんたはこのまますぐわしと堂々してくださらんかアパートへは後からわしの方でよろしく話しておくことにするから実に奇妙な申し出であった普通の場合なれば到底承諾する気にはなれなかったに違いないだが 桜山陽子はその時、提訴さえ売ろうとしていたのだ。自殺をさえ考えていたのだ。その焼けっ鉢な気持ちが、つい彼女をうなずかせてしまった。老紳士は喫茶店を出ると、タクシーを拾って、彼女を見知らぬバスエ町のみすぼらしいタバコ屋の2階へ連れて行った。そこは、畳の赤茶けた、何の飾りもない6畳の部屋で、 品物と言っては隅っこに小さな兄弟とトランクが一つ置いてあるばかりだますます奇怪な老人の行動であったが陽子はそこへ着くまでの車中で老人からこの不思議な雇用計画の秘密をある程度まで聞かされていたのでもう少しも不安は感じなかったむしろ彼女の奇妙な役割に少なからぬ興味を持ち始めていた。 では、一つ着替えをしてもらおう。これもあんたを雇い入れるについての一つの条件なのじゃ。老人誌はトランクの中からちょうど陽子の年頃に似合いの派手な模様の和服の一そろいと帯長襦袢、毛皮の襟のついた黒コートそれから草履までも残りなくそろった衣装を取り出して。 小さな鏡でなんだけれど一つうまく着替えをしてくれたまえと言い残して絵画へ降りていった陽子は言われるままに着替えを済ませたがそうして高価な和服に包まれた気持ちは決して不快なものではなかったうまいうまいそれでいい実によく似合ったぞ いつの間にか老人子が上がってきて彼女の後ろ姿に見とれていたでもこの着物にこの紙ではなんだか変ですわね陽子は鏡を覗き込みながら少しはにかんで言うそれもちゃんと用意がしてやれほらこれだこれをかぶってもらわなくてはならんのだ老人はそう言って 最前のトランクから白布にくるんだものを取り出したそれをほどくと中から不気味な髪の毛の塊が出てきたそれは上品な洋髪のかつらであった老人は陽子の前に回って上手にそのかつらをかぶせてくれた鏡を見ると「おや?」と思うほど顔が変わっているそれからこれじゃ。 少し度があるけれど、我慢してくれたまえ。そう言って老心子が差し出したのは、縁なしの金眼鏡であった。洋子はそれをもう一言も反問しないで目に当てた。さあ、もう時間がない。すぐに出かけることにしよう。約束は十時かっきりなんだから。老人がせきたてるので、洋子は大急ぎで、 脱ぎ捨てた洋服をを丸めててトランクに押し込んでおいて階段を降りたタバコ屋を出て少し行った大通りに1台の自動車が待っていた最前乗ってきたタクシーではないやっぱりボロ車ではあったけれど運転手はなかなか立派な男で老人士とも知り合いらしく見えた2人が乗り込むと指図も待たず車は走り出した。 街灯の明るい大通りを幾曲がりして、やがて暗闇の郊外に出た。来ましたが、時間はどうでしょうか。運転手が後ろを向いて尋ねる。ええ、ちょうどいい。かっきり十時だ。さあ、明かりを消したまえ。運転手がスイッチをひねると、ヘッドライトもテールライトも客席の豆電灯も、 全ての伝統が消え去って闇の中を闇の車が走るのだほどもなく自動車はどこかの大きな邸宅のコンクリート塀に沿って徐行していた半長おきほどに立っている常夜灯の尾行によってわずかにそれと知られるさあ洋子さん用意をして素早くやるんだよいいかね老人が 競技選手を力づけるようなことを言う。ええ、分かってますわ。洋子はこの不可思議な冒険にワクワクしながらしかし元気よく答えた。突如車はその邸宅の通用門らしい。くぐり戸の前に停車したと同時に、外から何者かが自動車のドアをさっと開いて、早くとただ一言囁いた。 陽子は無言のまま夢中で車を飛び出すとあらかじめ言い含められていた通りいきなりその小さなくぐり戸の中へ駆け込んでいったするとそれと入れ違いにこれはくぐり戸の内側から陽子の肩にぶっつかってまりのように転げ出し自動車の今まで陽子が駆けていた座席へ飛び込んだ人がある洋子はとっさの場合遠くの伝統のほのかな光の中で その人を見た。そして思わずゾッとしないではいられなかった彼女は幻を見たのであろうかそれとも最前からの出来事が全て恐ろしい悪夢なのではあるまいか陽子はもう一人の陽子を見たのだ昔離婚病という病があったことを聞いているもしや彼女はその奇病に取りつかれたのではないだろうか 桜山陽子が二人になったのだ一人はくぐり戸の中へ一人はその袖をくぐって自動車へ髪形から着衣までこれほどよく似た人間があってよいものかいやいやそればかりではない彼女を心底から怖がらせたのはそのもう一人の女性の顔までが陽子とそっくりに見えたことだだが もう一人の女性を乗せた自動車は彼女の底知れぬ恐怖を後にして元来た道へと黒い風のように消え去っていったふと気がつくと闇の中に最前自動車の扉を開いた男の黒い影が彼女の耳元に顔を寄せていた。